あの「文春オンライン」のニュースで渡辺直美を豚オリンピックに東京五輪開会式責任者が差別的演出プランっていうことがあのニュースになっているというか炎上してるんですかねあの渡辺直美さんをあの豚として <laughs> あのどういうふうに演出するのかわからないんですけどあのダジャレらしいんですよね。ピックオリンピックとピッッククととみたいなことをかけて 渡辺直美さんイコール豚みたいなことでどうかみたいなことをあの、まあ、開会式の責任者の人が LINE グループでそのなんていうかあの打ち合わせっていうんですかねそういうのをしていたやつがどうやらあの流,出流出したというか誰が外部に漏らしたかわからないんですけどそれがあのニュースになってるんですよね、まあ、差別的だと。太った女の人を豚ってこう扱う豚扱いするのは 良くないとで豚に限らず人を動物に例えるのはもう差別になるとで最近『スッキリ』っていう番組でアイヌの人を犬って初表現して炎上したとかなんかそういう人をあの動物動物として比喩的にこう表現することがもう差別的になってきているっていうらしいんですよね。今回のこのオリンピックのあの佐々木っていうあの責任者の人あのって言うんですかねこの お父さん犬の CM をやったりとか電通出身のあの宇宙人ジョーンズのあのテレビ CM であのすごく実力を発揮してきた人らしいんですけどこの人がまあ渡辺直美さんを豚っていうふうに表現するっていうことに関してはすごくおもろなさそうやなとっていうふうには思うしこの昨今のこの状況ですよね。あの差別っていうううこことがこううるさく 言われる時代においてそういうことをやろうとしてるっていうところにちょっとどうなんやろっていうのはすごく思うんですけどただ表現ですよねこういうことがどん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 こう厳しくなっていくというかまだオリンピックとかそういう全世界規模のこうやつとかテレビとかそういうところが問題になってきてるんですけどこれが表現っていうものをこう萎縮させてしまわないのかなっていうふうにちょっと あのー、心配になってくるんですよね今のところそういう公共のオリンピックとかそういう多くの人が関わるところでこそういうことが炎上してるだけなんですけど今後映画であるとかアニメであるとかそういうところであの人間を動物と例えるのがもう差別的であるとか言われだしたらもう名探偵ホームズ宮崎駿のあの犬の名探偵ホームズとか。 放送でできなくななくくってくるんじゃないですかねなんかそ,そこら辺が心配なんですよね。その「銀河鉄道の夜」あれは、ね、猫猫になってたと思うんですけど面白いんですよ。あの動物の形してるけど人間みたいな感じ「ドラゴンボール」でも「プーアル」とかあの「あのウーロン」「ウーロン」「豚」ですよね。そういう表現がこう叩かれるような。 そんなな時代になっていくのかし,しかもあの渡辺直美さん芸人さんなのであの芸人さんの中には自分の容姿っていうこうなんて言うんですかねハゲてるであるとか太ってるであるとかそういうことを武器にして笑いにする人もいるんですよね。そのなんていうかいや世間の人は笑うこれで笑うでしょうといいよ笑ってくれて。 どうぞ笑ってくださいみたいなその自分の容姿を逆に利用して笑いにするそ,そ,ういうそういうことを笑うこと自体があの程度が低いとか差別的だとか言い,言い出されるっていうんですかねそしたらもう楽しみが一個減るんですよ別にええやんとこの本人がそれ,それに対して何とも自分でやってんねんから。 でもそんなんも差別だとか言われかねないというかえ差別かなんかなこれとかいう気持ちでそういうお笑いを見てしまったらもうもうおもろないんですよもう。今日ザめするっていうんですかね。なんかこのオリンピックの件に関してはもうんなんというか寒いしこう渡辺直美さんぶだっていう風な表現っていうのはどういうふうに面白くできるのかわからないんですけどしょうもないというかなのでもう これは叩かれてもしょうがないと思うんですけど、こういうことが行き過ぎることによって、面白いことがどんどん減っていくってなると、人類にとっていいことなのかっていうことが、なんか、わからんようになってくるというか、そういうことを思いました。以上、芸術をぶっ壊すご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。